さあ 2P がこれ登場、リスティ、だいぶ押し上がってきましたよこれ。長友のオーバーラップぐらい押し上がってきてますまあこれヒデ君とはあんま噛み合わないかな、うん、シンクが当たんない限りはヒデ君が安定して勝つような感じがするけど。さあ中出し、金鉄球しっかり投げ、受け身を取っている。こっからだね。そうですね、うん、シンクが溜まってるからそう簡単には。あっと当たってしまいましたね。超速い中古速され、いやまだあめっくり出すだけヒデ君はしっかり波動を越えてスパコン当てられれば、いやーこれここからタクっすね。おあっとヒデ君がこれで勝ちですね。いやーヒデ君のスパコンのヒット率通算何割当たんないよ。三段基本的に波動超えられないから最低超えるだから。昇竜さあ大足、おっとワールドに入ってて今やっと抜け出した。あっうん、あそこ抜けるとワールド突入なんですけどねこれ張りますよ、吐かせて、さあ3段、はい、おー拾います、ね、しっかり拾う。いやこれバリアが通じないんですよ。通じないね。まあこれペコさんの S2 バイソン、おっとピヨッタが、これはそんな気がしていた。ちょっと安い3アクレスバリア、バリアどうだみたいなヒデ君の顔見ちゃいましたやだな、うまい。あの重ねたんぱはテンション出してほしいです、ぜひ。うん、そうだね、次ね。そう、投げて、うん、これ飛んでいく必要はないと思うんですが、ね、近づく必要もあんまないかもしれないね。これは貫通、これでいい感じだもんね。Sバイソンのジャックストレート超強いですからね、貫通しますよね、うん、しかも、貫通してるね、こけるんで、うん、状況はいいと。おっと、ちょっと届いてないね。これ、ちょっと気候モードがきついか。これで、いや前に行かなくていいんですよ、ここで。いやそのコパはいらないっすねなんでアドバイスしてんだよ。硬直、硬直が実況だろ。硬直が5フレー伸びちゃうんでさあペコ困っている。しかしこれはあっ、魂のタンパーチ、これちょっと隙がないな。いやもう一回タンパが、おお勝ったファイナルですねあるぞ、どうなる、どうなんだこれ。ああ最後バリア、さあ 2P 側は少年忍者、はい、まだワールド感が抜けない竜なんですけど、まあでもやりたいことをやって勝つっていうのが一番基本なんで、まあまあ、このゲーム、ね、投げ、でもだんだんこう上手くなってる感じですね。そうですね、うん、シンクを使ってって、これチュンリーで、はい、その波動で止まっちゃうのとまだ抜けてガードさせるっていうのとは、これ天と地との差があるような気がする。あ、そうですね、俺は見てたけど、うん、勝利出るぞ、引き付け、これはあもう一回いける、投げ返す、投げ返す、さすがアダルト、この辺は分かっている。なんか人波乱、あー出ない、コマンド逆っぽかったですね今。まあ、ギリギリ前かもしれないけど、まあ、引きつけ、引きつけやんないとダメですね。うん、難しい。さあ体育落として、さあ竜巻で逃げる、先に溜まったのは竜、こうなるととりあえず吐かせるまで黙ってりゃ勝手に吐きますから。今コハードを抜けられないっていうのもあるけどね、ヒデ君。そうですね、まあでも過信して打ったら抜けてきちゃったとか。おっと、おっとうまく合わせましたね。おっこれ、さあこれは安い、勝利、惜しい勝利、欲張った結果があれですわさあ3ラウンド目、
いやこのゲーム反応も必要だと思うんですけど、はい、とっさの場合はやっぱやり込みで自分は何をやるっていうのを決めとかないと、歩きだけとかはもう反応できないですからね。さあここから大足うまい、大足うまいですね、こうまああの中足にどれだけ踏み込めるかっていうところですね。さあここから中足に差し込まれて危ない、あの中足に救われましたね、本当ですね、うん、本当に、いや今僕あのビジョン完全に見えてましたから、うん、中足差しに行って真空抜けていった、最後は抜けた。さあ 2P 側は加藤 DJ、 色は最強から、この方はここの人なんですか、まあ、兵でたまに僕見かけますけど、ああなるほど、玉打ちとか対空、あとコンボ精度全部できます、はい、ああそうなんだ、うん、これヒデ君ずーっと打てるね、ガイルやった方が良かったんじゃないね、このね、ああそうですね、ね、あのガイル下手なの必要ないからさ、まあ確かに基本で一緒のことをやってれば、うん、ね、いいもんね、シュンリーだとやっぱり腕も必要になってくるから、さあここ安全に戦列を対空で、残り20秒待ちきれるか、お、うまく刺した、投げ返す、よく投げ返す、さあこうなると DJ はきつい、この下がり機構でタイムオーバー、火炎臭でしっかり対空、1本目待ち取ったのヒデ、DJ こかしてからの火力は早いんですけど、ね、どこで飛んでいくか、どこで近づくか、そうですね、歩いてって投げるか、はい、うん、対空分からないときにとりあえずジャッキ貢献置いときゃ相打ちになるっていう、なる、ここは元キック、まあ、これやっぱ飛行圏の前に飛んでるっていうのもありかな、これこの見てると、よ、読みで、読みで飛んで飛び置いといて、こう、こういうことですか、うん、ここは届いちゃうけどその走ったときにね、減りすぎ、これは減りすぎですね、勝ったのはヒデ、はい、さあ 2P 側はこれイサジキャミ、久々のイサジさんなんですけど、久々あの技がしっかり入ればこの人は多分うまいんで勝てるかなって思うんですけどね。さあ火炎臭、さすがに反応は早い、落ちない、中盤からキャノン、うん、小足でやっぱ抑えてるところがちょっと違う感じがするんで、うん、いやあの中盤落ちないところで飛んでますね、うん、半分ネタ殺しですねこれ、そうですね、ビンタ対空、さあこれは下がりながらクラゲを作っていくゲームなんだが、これ理想なんですけどね、そうですね、ただこれ ここですね、一回下がるも必要なんですよね、キャミ側ここで不用意に前に出てく必要がなかったですね、うん、投げ、そこは受け身を取ってくれ、いやー、あっ、はい、これで終わりですね、さすがの石崎さん、あの前にちょっと歩いた瞬間にさあ 1P 側はシャルバイソン、ダイヤシェ、この方はどこの人、あ僕そう分かんないです、でもうまいっす、うまい、うまいよね確かに、ね、はい、ザ・バイソンって感じの、キャミーでめくっていくのは左側だとすごい難しそうな気がしますよね、そうですね、お、しっかりね、最低ワンピー側からめくった方がいいのか、うん、あれは確定しないのか、うん、削れなくないですか今のしかしヘッドを狙いに行った、まあ狙いは良かったですね、あの中足強いですね、バイソンは下に強い技がないので、あの中足間刺さなきゃダメでしたね、ちょっと、おお、何やったんですかね、ああ、あのカラスパコン入れたのかな、さあここで 1P は鈴鹿ダルシム、うん、この頃ダルシムキャミンってこれ必見です、これこれ結構楽しいっていう、そうですね、キャミ側も楽しい、うん、今ドリルで対空したんですけど、お、キ
キャミンは 歩いて昇竜であれいいですから。なるほどなるほど、あの時点でタクがかかってると思っちゃっていいです。おっブラッディネールで避ける、あと一発が遠い、ファイヤー、とにかくキャミーは歩くかジャンプ中盤で飛び込むかっていうのがとっても重要ですよ。あ、そうですね、あと、うん、その嫌な間合いで飛び込みを見越して中足にスパイラルを差し込むと、うん、これねちょ攻めてますね鈴鹿さんって。攻めるタイプなんですか。あ、なんかこれ2年前のかわしむスタイルですよこれ。あ、そう、あ、全然攻めるね。キャノンスパイク、こっからタクですね、投げ、これは受け身がな い, ないこれはまずいぞ、受け身を取ってないのに表もったいないですよ。おあそこで逆二択でフーリガンも入るんで、勝利でもフーリガンでもいいんで、インフェルノ狙いに行った、もったいないですね。あ、飛んでくる、あっと中断確定のとこわざわざフーリガン、そうですね。あ、でも距離的にちょっと遠かったから、うん、フリガンにしてたのか、まあ入れ込んじゃったのか。大パン確定、これ地味に痛いですよねこの大パンが、うん、おっとフリガンの使いどころがうまい、あ入っちゃいましたね、4段、はい、スパコンで締めたのはイサジ。さあ 1P 側はここでパレスチナ、まあこれもイサジさんが外ネタで強いって感じしますね。まあ言い訳できない位置にちょっとわざと配置したんですけど、イサジさんね難しい方のコンボをね、はい、いつもやって失敗するから、もうちょっと安定感ある方を選択していくといいかなと思う時もあるんですけどね。中足白熱、最高のセットプレー、おわ飛んでいく、見てからだったら大したもんだ。さあなんかキャミっぽい動きをチュンリーがして開幕バックジャンプ、これしっかり上落としていきたいですね。あーあーキャノンが出ない、大足、さすがに反応が早い、こっから投げ圏内だぞこれ、これ投げに来そうですよね、はい、さあ逃げようで使っていく、おっめくり入るか、投げ、おしっかり受け身取っている、投げ、投げられた、百裂こすりが投げ受け身になったのが運が良かったですね。さあ 2P 側鈴木さんの登場ですね、はい、鈴木さんはね考えすぎないでねちょっと行った方がいいってアドバイスしちゃったんですけど、ね、あ、そうですね、はい、正面からぐるぐる回してりゃ勝てるんで、相手見れば、ね、そういうことです、そうですね、まあ、こういうことですね、うん、強い方だけで行った方が、ああいうことやっちゃいけないんですね、そうですね、うん、あの見る必要ないですからこれ、うん、これで普通に、おっと、さすがに、はい、これスタッツを楽しんでると、はい、楽しんでるとパレスチナが楽しませてくれないんで確かに確かに、うん、あの会話できないですからよくそこを考えて皆さんね、バーツ来た時はやんないと、うん、来たぞ、うん、表からもう一回、もう一回くらいに行ってしまった、うん、さあどうする、ここはガードで守りきれそうですけどね、うん、下手に行く必要なく、下がりすぎじゃないかこれは、チュンリー側が時間ないぞ、ここは行く必要ないですね、うん、正直、まあ、ザンギ側はあとはもう、そう、黙って15秒過ぎてくれればっていう、あ、そういうのも必要ないと思いますね、うん、しっかり迎撃、勝ったのは鈴木、ね、あれ、体に染み込んじゃうんだね。さあここで 1P 側はグリグラ、キャラ的にはこれ止めていただきたい。さあ劣化剣から、あのフェイロンの置き攻めに対してはザンギ何もすることしなくていいと思います、正直、そうですね、正直もうガード、うん、もうガードが美味しいと思います、ガードが、うん、さあここはうまく噛み合わずに一本取ったのはグリグラ。鈴木さんが俺とハナシさんとやりすぎてちょっと普通のフェイロンに、おかしくなってますね、そうですね、ちょっとなんか違いますよね動きが、うん、これねしっかり上だけでいいんですよ、さあしっかり上だけ、ああいうことですね、そう、それしっかり上だけ差し込んでいく、うん、あ、これ守れますから、これ
おっ痛すぎる。中段安全に重ねて、ね、こういうことになっちゃう。さあ連キャンジャンプもあのエンダイパン近づいてきたの、はい、余計なことしなくていいです。さあ 2P は YUU ガイル。これね最近ガイル戦すごい俺やってるんだけど、はい、分かってきたのが、はい、ガイルは すごくフェイロンの動きをあのソニック打った後すごく見れるんだよね。あそうですね、うん、それがキャラさんに出てきてる感じが。あ確かにこの頃ね、うん、動かせてからの行動を選べるっていう、ネタとかもうめくりとか、まあガイルのめくりきついじゃないですかフェイロンは、はい、でフェイロンはフェイロンのレック脚とかがガイルがきつい。あ、まあ、そうですね、そこら辺ゴムかなと思うんですけど、あまりにもこのソニックのマジックにはまっちゃうんですよね。確かに確かに、うん、この出際おっつなげていく、ね、うまい。いやそこは、うん、アントビでまあ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 勝ったんで、これフェイロンは画面端まで、はい、ソニック超えられないですから基本的に。そうですね、そうですね、基本的にソニックのタイミングで埋まるんで飛びが3割ぐらいはもう、そうですね、ガイル側がコソニックを近くで打たない限りはっていうことなんですよ。で空脚があるんで読んで、うん、それ以外はもう全部対空できるんですよね。中足さあ YUU が止める、うん、これさあここでガイルガイル、うんガイルガイルなんだけど、見どころはソニックの打ち合いじゃなくて、はい、近距離の、足払い戦だと、殴り合い、うん、殴り合いだと思いますね。いや僕は裏剣出る回数だと思いますけど、裏剣出る回数、これは裏剣が何回漏れるかの回数を数えた方がより楽しめると思います、うん、いや今1回目です ね。でさっきアゼガイルが裏剣1回出たから、いや足払い足、いやだけどまだアゼ中が残ってるんでこれはアゼ遅いよソニック、負けてるこれソニック、ま、飛ばざるを得なくなってくるからこれ中足さすがの YUU。 さあサーマーこれがやりたかった完全に動画を意識さあスタブ相打ちから、はい、リフトアッパー、さあ逃げそばっと置いてある、ちょっとアゼ君なんか読まれてますね、これは読まれてますね、アゼ君下がりソニックですね、あゆっち超減った、裏剣、裏剣年季の入った裏剣、さすが、さあここで登場は焼き鳥 S ホーク。見どころはいつもはコタカタやってるから、はい、そこまで必要ないってことですよね。うわっぬーこれでぬーあー歩いてます、ミスってあの距離で判断して歩いて出す、すごいっすね、はい、うんうん、これ置き攻め届かないときは昇竜って確認回す、死んだか、あちょっと早かったっぽいですね、ぬーちょっとミスっちゃいましたね。さあこれ 2P 側仕込まれたように中村さん、これねでも中足同じぐらいの性能だから我慢勝ちですね、我慢した方がと思いますよ、うん、あの中足が本当に強いですから、強いですね、うん、キャミーに差し合えるんじゃないかぐらいのキャノン、あっとここはフーリガン取ってめくって、めくって分かんない、しっかり読んだ、ちょうどは分かんないんですよね、結構ちょうどに飛ばれると、ね、はい、うん、ちょっと起き上がりが特殊ですよね、うん、フォークの起き上がりは。さあ自動にタッからピヨって、4割、うん、だいぶ減りましたね今中足大ともフォーク4割ですか、これなんか我慢の試合じゃなくて2人とも攻めてますよね。あそうですね、うん、まあどちらかというと焼き鳥くんうまくいってる感じが、おー差し返した、見えますけど、中パンで飛び込んでいったが中中中中、
あのスパイラルはジャンプで避けれればというところではありますが、あのコンドルを全部無視して、はい、うん、飛び落とすだけを考えるんだったら通常対空っていう手もあるんですよね。足しゃがみ大パン、うん、うわ当たってしまう。使って、まだあるぞ、まだある、もう苦しい、まだある、これは歩きにキャノン止めた中村。